何よりも、まあ、私もテレ朝の関係者多いのでいろいろ聞いてると、やはりあの何といってもやっぱり早川さんの意向がどうしても強い、あの、まあ、早川さん自身が東京ドリームパークといって、まあ、これ文春の報道出ましたけど、うん、有明の土地で、再開発でしたっけ、でそこに劇場を作って、まあ、願わくば現スタートか、はい、旧ジャニーズ事務所のタレントの方を年間160回ぐらい公演して、はい、でまあ、やはりそれできちんとこうビジネスを回していきたいという、うん、そういうかなり確固たるあのビジョンを描いているので、うん、どうしてもその、まあ、トップがそうね、それに関わってなければ、もうちょっと、あの、周りの現場の取締役クラスも言えるのかもしれないけど、今聞いてる限りは、やはり、もう早川さん肝入りで、あの、東京ドリームパークの何でしたっけ、あの、登記簿取るとね、いや、登記簿じゃなくて、テレ朝のグループ会社の取締役の、その、それぞれの所管、役職で、早川氏は、東京ドリームパーク統括か何かになってて、統括という表現だったかわからないですけど、東京ドリームパークの担当であって、最高責任者みたいな。いや、最高、まあ、実際は、その東京ドリームパークなんとかってついてるのは早川氏だけなんですよ。だからそこから見ると、外部に上場企業として出している説明から見ても、早川氏がやってるってことはわかるわけですね。東京ドリームパークってやっぱり早川氏の肝煎りのプロジェクトなんですか？そこら辺から私がもう会社にいなくなっちゃってるので、はっきりとわからないんですけれども、ただ、やっぱりでも全社を挙げてのプロジェクトではあるので、そうすると、それはもうもちろんあの場所にね、あれだけ OK も作るわけですからね。私でも最近もテラスの関係者に聞くと、はい、とにかく人事異動とかでどんどん東京ドリームパークに早川さんに言われて、人がどん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 集められていって、みんな集められた人たちはすごいがっかりしてるけれども、もうしょうがないみたいになってると。がっかりってあんまりやりたくないやりたくないってことです。うん、でもそれは、だからうまくいくかどうかもわからないし、でもどんどんそういうふうに会社としてはなってるっていうふうに聞くんですけれども、それは。テレビの本業はどんどん。ダメになるから、そっちは。やっぱりそうです。やっぱり新しい決算でもやっぱりテレビ部門っていうのはもうどんどん利益が。もうそれどのぐらい落ちる？あの、せっかくの数字、あの、ついこの間出てたので、多分つまり広告収入自体が減ってるってこと、まあ、一応来ますよね、テレビだと今、ね。広告収入はでも減ってると思いますよ。いやいや、だから全体としてテレビの広告収入よりもネットの方が埋まってるし、だからテレビの広告収入は全体として今減っていて、単価としても下がってるってことなのかな。単価としても下がってるってことだと思いますよ、それは。で、ネットの方にどんどん。やっぱりそこで言うと、あれですよね。稼ぎ頭にの中心に据えたいという感じはある。何かこうね、新しい、スタートがないとっていうことで。社内の認識だと、やはりそれはエンターテイメントとか、はい、そういった何かを開発するとか、いうところで稼がなきゃ、不動産関連とかですね、うん、それは、うん。まあ、朝日新聞自体もそうなっちゃってますけれども、うん、テレビ朝日も、まあ、テレビ朝日に限らず民放全体がそうなのかもしれないですけど、テレ朝もそういう感じってことですか？ただ、まあ、不動産だとどうなんですか？私も、あまりこう、経営で偉いことを言ってると、はい、多分、この番組はテレビ朝日の関係者の方たくさん見てらっしゃると思うので、とても怒られてしまうので、あれですけれども、はい、ただ、あれですよ。もともとそうなんだ。そういうこと。いや、別にあれですよ。正しい範囲で、はい、上場企業ですから、はい、決算発表もされてるし、それで我が子といっぱいあるわけですから。はい、だから TBS さんとかだと本当に土地をたくさん持ってらっしゃるので、赤坂のその開発で、もともと昔から持ってた土地で自動的にこうね、それを生かすことで収入の土台になっていて、むしろその本業もそうですけれども、本業が仮にちょっとうまくいかなかったとしても、うん、そこはフォローできるっていう体制があるんですけど、そういった意味での昔からある、なんか引き継がれてきた土地とかっていうのがあるわけじゃないので、テレビ朝日の場合には。なるほど。まあ、厳密には昔あったみたいなんですけど、まあ、それはいろいろあるみたいなんですけども、はい。もともと六本木ヒルズを開発した時の土地はでも持ってましたよね、テレ朝はね。かつてはありましたけどね、今はないですからね。今はないんだ。まあ、もちろん多少は残ってますけれども。なるほど。以前は。一緒にプロジェクト組む時に教室しちゃってっていうこと、そうですね。いうことがあったんですね。それこそ昔、私入社当時は、それこそね、そのジャニーズ問題で問題になってる、テレビ朝日のレッスン場、そうですね。っていうふうなところが、もあった、その、六本木の大きなセンターっていう土地が。ね。あれ、今、全部その、テラスのものになってはないんですか？あそこが、あそこの全体が、六本木ヒルズに開発された。そうですね。他の都市とも合わせて。合わせてか。
だからあそこは、そうですね、あの、かつては多分王子主だったんでしょうけども、今はそうではなくなっているので。それで結果としてちょっとテレ朝的にマイナスだったんですか？まあ、その、だから、TBS さんみたいな、こう、やり方ではなかったってことですね。朝日新聞なんかもそうですけど、かつて新聞なんかものすごい超過率を上げていて、うん、それが不動産にいろんな形で化けてるわけですよ、ね。うん、でそれは TBS とかもかつてからまあ由緒あるところなので、うん、そういう利益があって、それがで不動産を持ってるってところがあると思うんですけど、うん、テレ朝の場合もともと教育系の民放テレビとして始まって、うん、で朝日新聞の子会社でもあったわけですけれども、うん、そういう意味ではそこまでの、最近はプライムタイムであの三冠王を取ったりとかですね、うん、あの視聴率三冠王になったりしてますけれども、うん、そこまではそれほど利益は上がってなかったし、うん、だから他社のように不動産持ってるとか、そういうことがなあんまりないってことなんですね。相対的に。だからこう、そうですね、3月期の一番新しい決算だと、うん、その営業利益でテレビの放送事業だと、前期比で 37.7% 減なんですよね。なるほど、なるほど。で、あの、他のインターネットとかそういったところでなんとかこうカバーしておこうっていうことなんでしょうけども、ネット事業はでもじゃあ、やっぱ増えてます。増えてますよね。62% 増えてるんですけど、ただ金額、レベルがやっぱ違うので。3615億円ですか？あ、これですね。なるほど。これが一番新しい。23年度ですよね。なんか、あの、テレビ放送事業、ああ、なるほどね。だから、出しますか？そうですね。で、これ、連結業績ですけれども、うん、営業利益が、これは100万円単位。ああ、営業利益が123億なんですか。そんなにないんですね。123億？トータルで。123億で、そのうち、テレビ放送事業が59億。うん、で、これが37% 減。インターネット事業が営業利益は22億。これが 62% 増、ショッピング事業が14億3400万円、これがやっぱり6割増、そしてその他事業、これが27億7100万で 6.3% 増ということで、テレビ放送事業が図体は非常に大きいわけですけれども、利益率が急激に下がっているということですね。これ、東京ドリームパークはどこに入るんですか、この場合。でも多分その他事業じゃないですか。多分そういう、おそらくそのイベントをやっていくとそういうのが含まれていると思うので、そういう意味で言うと、やっぱりこう、本体のテレビがこれから V 字回復するのかっていうと、なかなかやっぱり難しいんだろうと思うんですよ。まあ、あの、でも V 字回復してほしいんですけど、V 字回復してほしいんですけど、それやっぱりこう、別のね、世界を見つけていこうというのはあるんですよ。これで、多分、今朝単身じゃない。あ、単身はでも多分、補足資料、IR、IR ですね。あ、電源が切り始めて大丈夫ですか？大丈夫ですか？私のこっちで。あら、わかるか。はい。でも、そういう意味では、厳しい状況にはあるっていうことですよね。やっぱり、これはテレビ局どこでもですけれども、やっぱり、新しい分野を開拓していこうっていうのはどの社も。あ、だからね、私たち常にもうジャニーズ問題に向き合わないテレ朝とか早川さんの独裁体制とか、はい、悪いイメージいっぱい聞くんですけど、とはいえね、私がやっぱり、じゃあ、まあ、吉田町長問題とか改ざん問題とかがいろいろ出てきて、朝日新聞がすごく叩かれて、部数も急激に減った、その流れの中で、まあ、生え抜きのテレ朝出身の彼が、まあ、社長になり、今ね、会長になり、非常に、まあ、あの、もう、株主は朝日新聞とはいえ、はい、まあ、今の朝日の角田社長もやっぱり早川さんとの関係性なくして社長になれなかったというぐらい、まあ、非常にその、あの、まあ、力のある人になったっていう、その背景事情としては、やっぱりテレビ朝日の体制をなんか立て直して、その民放の中で割と後発組だったのに、今はこう上位についてるとか、そういうやっぱり評価が、その朝日とか、その放送業界の中でやっぱりあるんですか？早川さん、そういう意味では、まあ、凄さですよね。もうこれも言うと、あの、皆さんが見てるんで、やっぱり、あの、みんな思うのは、もともとやっぱりニュースステーションを立ち上げられた方でもありますし、立ち上げられた時に、あの、現場にいらした方でもありますし、その、作り手というか、クリエイターとしての、その、様々な実績があり、で、様々、こう、企画も、あの、やっぱりそういったものを作られる、才能というか、そう、アイデアとも様々あり。だそれに、やっぱり皆さんついてくるっていうか、その、現場で生え抜きだし、そしてあの、いろんなものをクリエイトされてきたし、っていうところで、
っぱりみんなの、あの気持ちを集めてるっていう気はしますけどね。寺の人たちの人だってみんな天皇だっていうし、まあ、天皇でもやはりその業績を上げたのは確かだし、そのニュースステーションとか報道ステーションとかのキャスターについても早川氏自身がハンドピックだから自分で選んでるって言いますよね。私はその複数の人そういうことなんですか。そうでもやはりまあクリエイターではいらっしゃるので、うん、だそういうところやっぱりこう中身一で全部なんでしょう、細かく入るかどうかは別として、うん、もう何でもこう勝手にやれっていうよりはっていうことだと思うんですよ。割とじゃあ、ね、今の一個一個の番組にも会長職でありながら、まあ、例えば羽鳥モーニングショーとかね、看板番組があるわけじゃないですか、うん、報道ステーションとか、うん、そこにはやっぱり今でもこう会長職にはいるけど、うん、ちょっとまあ全部を全部こと細かに言うとはちょっと思えないですけど、会長職にいるけど確かに CEO ですよね。そうですね。だから会長、その会長だから代表権があるし、最高執行責任者だから、それは篠塚社長以上に完全な代表者ですよ。あ、会長と思わない方がいいですよ。社長みたいなね、社長の最大の権力者ですよ。英語的に言えばチーフエグゼクティブオフィサーっていうのが一番大事だし、実際代表権も日本の、うんね、会社法上の代表権もついてますから、これがテレ朝の今にしていた連結業績ですよね、うん、で23年度直近のものですけれども、うん、けれども売上高が3078億円ということで 1% 伸びてると。だけれども、うん、これ非常に重いのは、だけど営業利益が123億ということで、うん、本当に3078億売上があって営業利益123というのはかなり少ないと思いますし、それが 14.9% 減であるということですよね。で特に重いのがテレビ放送事業、これは営業利益としてはですね、やはり全体のまあかなりの部分ですよね。これまあ7割近く占めてるんだけれども、これが去年は95億8600万円あった営業利益がもう59億7100万円になっていて、37% 減っていうことですよね。だからこれはまさにおっしゃった通り、テレビ事業自体、広告モデルが曲がり角に来ていて、今やっぱり増えてるのは確かにこれで見ると、インターネット事業もショッピング事業もちょっと、まあインターネット事業が大きくなってきてますけれども。ショッピング事業ってあのテレビでショッピングする、ね。そうですね、そうですね。これこんな伸びてるんですね。うん、でも伸びてるって言っても、まあ、金額としては、うん、まあ結局、去年2022年度は、テレビ放送事業の営業利益が95億あって、それに対してショッピング事業が8億しか営業利益ないですよね。それがテレビ放送事業が59億まで急減した中で、ショッピング事業が14億になっている。でも14億はまだ小さいですからね。そういう意味では、その他事業ってところにおそらくやはり望みをかけていて、これがまあ26億が27億に。23年となってますけれども、ここを伸ばしていきたいということなんですよね。だからそれが東京ドリームパークにその期待をかけてるっていうところがここから読み取れますよね。うん、ただまあこの経常利益自体も 14% も減ってますし、うん、特にテレビ放送事業の営業利益が4割近く減ってるっていうのは結構衝撃的な数字でありますね。うんうん、でだから